はいどうもリーベです。ウィーレ2020マスターリーグ続きやっていきましょう。11年目に入りまして、新戦力も少しいるのかな、だと思うんですけど若干把握してないところあるんですが、リーグ順位が今こちらですね。5試合やって3勝2分けという成績、4失点をしております。まあ今3位なんですが、まあこれはまだ序盤なんでっていうところもあるんですが、漫遊がもう5勝0敗と突っ走ってるわけでありますが、今回はですね、チャンピオンズリーグのグループステージをやっていこうと思います。はい、グループステージのチーム分けがこちらなんですが、グループ A にいきなりいるんですけど、2番目のチームアトレチコマドリードがいるということで、あのね、屈辱を期したアトレチコからね、なんとしても今日それやるんですけど、勝利を収めたいところであります。で、あとはヤングボーイズっていうチームと、あとチェスカモスクワがいるんですが、ヤングボーイズ聞いたことねえな。はい、今回はアトレチコ戦やっていこうと思います。アウェですね。はい、今回のスタメンこんな感じにしようと思います。先に新戦力をお伝えしておくと、ミルナーですね。ミルナーを入れまして、まあ16歳で下部組織で総合値75とか74だったと思うんで、まあこれは入れていいかなと。で、中盤の人数を増やしました。はい、フォーメーションを変えております。352にしております。はい、キーパーハンダノビッチ、ディフェンス左からミランダ、バルザーリ、ダビド・ルイス、中盤にイスコ、ミルナ、シェーネ、そしてマテュイディで、トップ下にネネ、そして2トップにイグアインとジルーを置きました。はい、それではアトレチコ戦いきたいと思います。キックオフです。さあ、初戦はものにしたんですけども、2戦目にアトレチコ戦が来たということで、決勝トーナメントでね、昨年は敗れてしまったので、それの借りを返したい、まあ、グループステージでございますが、やっていこうと思います。さあ、アトレチコのスタメンこちらですね。グリーズマントップか、ブスケツもいて、いや、ゴディンとかね、これもね、昨年敗れたんでね、借りを返すためにこの布陣でいきたいと思います。さあ、キックオフです。いやー、まあね、勝ちたい。この試合は是が非でも勝ちたい。昨年負けているチームから勝利を得たいところではありますが、まずは落ち着いてマイボールでして、ダビド・ルイスからマテュイディにパスを送り、イスコ、そしてマテュイディ上がっていって、ここ縦でいいんじゃないか。縦だけど繋がらなかったな。しっかり抑えていこう。まずは上げさせたくない、クロスを上げさせたくない。オッケー、ナイス。高い位置で、クレメンテ・ロドリゲス、非常に攻撃に参加することが多い選手。待て、いやー、ゲレーロ危ねえ。両チームともまずこの立ち上がり、北澤さんはどうご覧になりますか。まあ、よし、ここで取る。 OK、 立ってスタミナは全然ありますから、ミスが少ない。いやー、ここのね、早いパスが繋がらない。落ち着け、うわっ、待て、うわっ、グリーズマンか。この振り向きざまのシュート多いよな、コンピューター。ここもらって振り向きざまの、でいいシュート打つんだよなこれ。さあ、あっという間に先制されましたけど、さあここミルナ、新戦力ミルナ、これはファールでしょ。 OK、 ファールもらいまして、ちょっとこれチャレンジしていいですかね。無回転シュート、シェーネで、シェーネ93だもん。狙っていきましょう。どうだ、おーしー結構落ちるよねこれ。わー、惜しかった。クロス上げたいけども、イグアイン、どうしようかな、上げるタイミングがここか。ジルー落として、クリアです。決定的なチャンスが作れない。全然いいので、抑えれるので、これを続けていきたいところ。ファール、
ないか。取らないですね。取れない。ボールが取れない。ここでまたワンツーでグリーズマンでしょ。で、ゲレーロからこう逆サイ入るね。いけるか。ここで止める。オッケー。で、サイド、イグアインからこれジルーに一人で当てる。オッケー。うわ。惜しいな。素晴らしいポジショニングでした。乗ってきてますし、ただ守る、ピンポイントでジルーに当てましたけど、惜しかったね、バーに。ここも守備を落ち着いてやれば守れるはず。一回戻して、まあ、こう縦に一気にやって、ジルー落として、ねえねえ、いいよジルー。イグアインからジルー、チャンスを演出できるか。ね、どうする、もう一人外に欲しいな。ねね、マテュイディ、ここ空いてクロス上げて、もう一回マテュイディ、クロス、いやオフサイか。いやそれ前半終わりですね。まあ1点しましたけど、シュートは2本しか打たれてないので、これを続けていきたいところなんですが、後半2点取れるかどうか。やばい、グリーズマンが空いた。グリーズマンが空いて、うここで得意のカウンターがまさに炸裂しました。フィニッシュまでの形、北澤さんいかがでしたか。いや綺麗なカウンターでしたね。いやこれね、グリーズマンか。今度は前回ゲレーロだった気がするけど、今回はグリーズマンか。いやでももうやるしかないから、もうどんどん攻めていこう。グリーズマン今日2点目のゴールです。そう、得点を重ね2対0。ここはイグアイン、スローインはオフサイドがない。ここでいいよ、ナイス。もう1点、もう1点行こう。すごいシュートだったね、ジル。めっちゃ静かよ。諦めきれないよ、この1点で。早い時間に点を取ること、これが一番大切なことだったんですけども、あえて攻めさせといて、ここでボール取れない。つながるね、うまいですね。オッケー、リフレクションでボール奪って左サイドから攻めていこう。シェーネサイド、シェーネサイドから、シェーネ上がっていって、イグアイン、いやーそのクロスね、ここのこぼれ球をジルー惜しい。なるほど、ディフェンダーを惑わせておいて、いや待って、パスがめっちゃ繋がる。危ね、イグアイン、そしてマーティウィーディに、いいボールですね。いいぞこの攻撃、そして守られていく。まずは1点取って追いつきたいんですが、ここでカバー、うまい、危ない。縦でイスコから、ここ、いやー守備が、守備来るね。うわーいいパス、そしていいパスがつながる。そしてナイス守備。こんなんばっかや。ボール奪ってからのパスが本当に良くない。時間だけが過ぎていく。右サイドへ振って、よし、縦、オッケー。イグアインにまず出すか。イグアインに出したけど、カバーがいね、フォローがいね。ブスケツもな、くそ、これね、トーマスパーティー、やばい、やばい、あーよく治った。これ以上の失点はね、もう致命的すぎますから。てかもうあとワンプレー、ツープレーしかない。そしてシェーネ疲れてんな。繋いで、イグアイン、よし、なんとか追いついたけど。
ここで同点。この時間に追いつきました。なんとか追いついたけどさ、この攻撃不安定すぎるな。あれで勝負あったという感じでしたよね。これはまあよく決めたっちゃ決めたけども、まあ、逆にアトレティコからしたら勝ちで終わりたかったっていうところはあるかもしれないんですが、まあちょっとねこれ不満足ですね。2対2の引き分け。はい、そんなわけで今回はここで終わろうと思います。まあ苦手アトレティコからまあ引き分けは悪くはないけど、ほぼほぼ負けだったからな。はい、そんなわけでまた次回です。お疲れ様でした。さよなら。